はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はカルデアサマーキャンアドベンチャー、キャンプじゃないね、アドベンチャーのピックアップについて、まあ、引いた方がいいのかというお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速お話ししていくんですが、まあ、男性と女性のやつ両方とも見ていきましょう。まずピックアップ1の方ですね、セイバーオキタオルタとアーチャーのアナスタシア、キャスターのコルデーがいる、まあ、ピックアップとなっております。で、まあ、概念霊装に関しては女性用ということで、まあ、あれですね、カレンちゃんとか、そこら辺の概念霊装があるという形になっております。はい。で、まあ、先に結論から言うんですが、今回のガチャに関しては正直待っといた方が圧倒的にいいです。はい。なんでかっていうとピックアップ2があるからですね。はい、単純な理由です。で、このピックアップ2なんですが、まあ、そのピックアップ2来るサーバントで言うと、カイニス、聖少納言、カーマ、この3体が多分ピックアップで来るはずです。はい。そのことを考えた時に、まあ、今ピックアップ1をなんか急いで引く必要があるかって言われると、正直なところピック2の性能が出てからでもいいよねっていう感じは個人的にしたりするかなと思います。で、かつ、聖少納言に関してはもう性能出ております。はい。自分今日動画上げてるかなと思うんですが、まあ、星4のバーサーカーで、かつ、耐久ができそうなキャラクターでクリティカルすることができてスターを獲得することもできる、で、かつ特攻持ちの単体バーサーカーとなっているんで、まあ、正直なんだろう、ピックアップ1のキャラクターと比べた際でもなんかピック2の方がやばいキャラクター揃ってるんじゃないかなみたいなことをちょっと個人的に思ったりしております。はい。まあ、あの星4とかと比べた際、まあ、バーサーカーとキャスターアーチャーで比べたらね、それはもちろんバーサーカーの方が汎用性高いじゃないかっていう形にはなるんですが、なんか心個人的にはね、なんかもう聖少納言がその性能でいるんだったら、正直なところ次のピックアップのキャラクターの性能を見てから引くっていう感じでいいんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ一応セイバーのオキタオルタに関してはシステムができる全体セイバーで、アナスタシアが、単体宝具で、クリティカル主軸のアーツケースですね、アーツのクリティカル主軸のサーバント NP50% 持ちです。で、コルデに関しては、宝具でスキル封印特攻を持ってるんで、スキル封印していれば誰でも特攻になる、で、アーツで分回していく、かつ NP30% の、30% 付与することができたりするんで、まあ普通に強いキャラクターはいるという形なんですが、いかんせんまあ全体が星5でそれ以外が単体ということで、どうなんだろうなーっていうのはあったりするね。まあ、やっぱり FGO に関しては全体宝具の方が圧倒的にね、周回とかで使う場面が多かったりする。まあ、最近変則等で単体宝具も使う場面っていうのが増えてきたんですが、まあ、やっぱり全体宝具の方が使いやすいっていうのもあったりするんで、そのことを考えた時にやっぱり結論から言うと、今回のピックアップ1に関しては一旦待ってピックアップ2の情報が出てから引きに行くっていうのが一番いいんじゃないかなと思っております。はい。で、まあめっちゃね、個人的なことを言うと、正直なところピックアップ1に関しては、まあキャラクター的なことは置いとくね。はい。キャラクターは好きな人がいると思うんで、まあそれは引きに行こうというぐらいしか言うことないんですが、性能的なことを言うと正直なんかあんまりそそられないっていうのがあったりするんだよね。キャラ的にはね、コルデとかめっちゃ好きなんで、で、かつオキタオルターのセイバーに関しては俺キャラデザが一番好きなんで、めっちゃ欲しいなとか思ったりはしてるんですが、まあやっぱりなんだろう、性能だけで見るとちょっと微妙だなっていう形がするんで、なんかやっぱりピックアップ1に関してはちょっと待ってピックアップ2の情報が出てから引きに行くっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つのピックアップですね、男性サーバントのピックアップ、見ていくんですが、まあ、正直なところアキレウス、マンドリカルノのピックアップに関しては引く必要はないです。はい。引かなくていいです。
で、なんでかっていうとめちゃくちゃ単純で工場だからっていう、ただただそれだけなんだよね。で、工場じゃなく期間限定とかだったらまあ引きに行った方がいいねみたいな形にはなるんだけど、アキレウス工場だしいつかすり抜けたらいいよね。で、マンドリカルド別にピックアップ引かなくても出るじゃんっていう形になるんで、正直男性ピックアップの方は完全的に無視でいいかなと思っております。ただ概念霊装の方ですね、はい、霊装です。霊装に関しては正直こっちの方が強いかなって感じかな。まずね、この村正の霊装ですね、自身のアーツ性能 8% アップの宝具威力を 10% アップ、使用時に宝具使用時にチャージ段階を2段階アップする、これは普通に使えそうな、概念霊装となってるんで、なんか概念霊装を狙いに行くんだったらありかなみたいな感じかな。で、まあ、あの星4の方も星出ししてくれる、で、星3の方も回避持ってるといった意味で、なんか概念霊装だけで見た際、正直なところあの女性のこっちのやつですね、ピックアップ1の概念霊装と比べて圧倒的に男性の方が、強かったりするんで、もし強い概念霊装欲しいなと思う方に関しては、男性のガチャ回してみるのありかなと思うんですが、まあ、正直なところね、ピック2で多分男性と女性の概念レースをまとめてピックアップしますよっていうのが来るはずなんで、そこで狙いに行くっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、結論としてなんですが、ピックアップ1ですねに関してはピックアップ2が出てから引くのを考えた方がいいかな。で、男性ピックに関しては引く必要がないんで引かなくて OK という形です。はい、まあ、ただあくまであれですね、なんか自分の好きなサーバントがいるとかそうなってる場合は引きに行った方が圧倒的にいいんで、まあそこはまあ本当に自分の性癖にかみ合うかどうかで決めればいいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.